お家に帰ったらみんな必ず手を洗いましょう。今日はアピタンと一緒に正しい手の洗い方を見てみましょう。まず流水で手を濡らします。石鹸やハンドソープを手のひらに取り、手のひらをよくこすって泡立てます。手の甲まで伸ばすようにしてよくこすり、指先や爪の間もしっかり洗いましょう。指を組み、指の間や付け根もしっかりと、親指と手のひらもねじるように洗います。手首も忘れずに洗いましょう。最後に水で十分すすぎ、清潔なタオルやハンカチでしっかり拭き取ります。遊んだ後や食事の前なんかもこまめに手を洗うことが大事ですね。それじゃあ帰ったら手洗い忘れずに。